これ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 、ワン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 。おはようございます。おはようございます。谷口清子と申します。ザ・ドッグサロン京都本店の松尾と申します。移動できるってことですよね。あ、そうです。移動できる、移動型のトリミングサロンになります。ほいほいほい。あ、こういうふうに巻く。発電機になってまして、うん、これ使って、ドライヤーとかを使うようにはなってます。あ、そうかそうか。はい、お水を入れるタンク、うんうん、でこっちが排水のタンク、うんうん、でこのお水を温めるためのボイラーになってます。うわ、もう最高、すごい。じゃあちょっと中を、はい、お願いします。はい、どうぞ。おー、そうか、背の高いね、車やし高さがある。あ、普通に、あ、私も立ってられる。ここがシンクになってまして、あ、ほんまや。ここでシャンプーをするような形になってます。だいぶ大きいワンちゃんまでいけますか？ね、中型犬ぐらいの。中型犬ぐらいまで、うん、ここでシャンプーしてから、ここの台で爪切ったりカットしたりドライヤーしたりっていう、するような感じで、ドライヤーはこれになります。おー、これがドライヤーで。そうです。本当になんかすごい機能的っていうか、まあ言うたら、ちょっとまあキッチンカーみたいな。そうです。プライベートな空間のトリミングサロンっていう感じです。やっぱり個室の方がワンちゃんいいんですか？だって普通のとこやったら、はい、何個かベッドみたいなのがあってって思うねんけど、うんうん、安心する子もいます。その他のワンちゃんが苦手やったりとか、うんうんうん、いろんな人がいる場所が苦手な子に関しては1対1で向き合えるので、うんうん、その辺に関してはこういう空間の方が落ち着いて、うん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 、ワンちゃんもやっていただけるのかなと。ここがメリットですけど、どんなところですか？は、ワンちゃんも高齢の子であったりとか、飼い主さんもちょっと高齢の方になってくると、はい、やっぱりどうしても連れていけなかったりとか、うんうんうん、しはる方もすごい多いとは思うんですね、はい、今の現状見ていると、はい、なんでそういう方にとっては一番このトリミングワゴンは利便性がいいのかなと思います。もうお家の前の駐車場で、うん、そのままお玄関先で引き渡しさせてもらって、うん、そのままお預かりしてっていう感じなので、そうなんですね、ワンちゃんにとっても飼い主さんにとっても負担は少ないかなっていう。そうですね、はい、いや、やっぱりいいわ。お家にはいたんですか、ワンちゃんは？そうですね、昔中学生ぐらいの頃にワンちゃんを飼ってたので、うん、どういうワンちゃんですか？なんていう名前の？シーズーのレオっていう名前。シーズーのピャーンとした。そうです、サカッとした、はい、もうこれにもごっとおるやつ。そうです、かわいいじゃないですか。めちゃくちゃ可愛かったんですよ。はい、じゃあもうなんていうか、犬はずっと好きで、犬はじゃあ、はい、結構もうずっといるような感覚ですか、一緒に？そうですね、昔からもワンちゃん大好きだったので。やっぱりでもワンちゃんが好きとなるとやっぱりトリマーさんっていう風に、はい、最初からトリマーっていう認識はなくて、うん、そのワンちゃんに関わる何かお仕事ができたらいいなっていう感じやったんですよ、うんうんうん、で飼ってたワンちゃん の動物病院連れてった先の院長先生がこういう専門学校があったりするよっていうのを教えてくれはったのがきっかけで、もうそこの専門学校行ってトリマーにの勉強をして、もうずっとそこからトリマーを、うん、ワンちゃん一筋。そうです。せっかくですから、レオちゃんエピソードあったら教えてください。レオは、父親が、飼い始めたワンちゃんになるんですけど、うんうん、はい、そうですね、父親がちょっと高校生、自分が高1の時にちょっと亡くなってしまって。あ、若いですよね、お父さんもまだね。そうなんですよ、うんうん、でそれですごいショックが大きかったので。そりゃそうですね。そうなんですよ、もうちょっとあんまり記憶もなく、あんまり覚えてない感じなんですよ。あ、でもなんとなくわかる。ちょっと精神的にもっていう。ということは学校にもちょっと行くのしんどかったんかな。高校もそうなんです。最初の方あんまり学校行けなかった状態やったんですけど、うんうん、はい、まあ、その時に近くにいて寄り添ってくれてたのがレオやったので、それがもう一番支えにはなった感じですね。そうやね、はい、ほんまに別に
慰めて、ね、何かの言葉を言ってくれるわけじゃないけれども、うん、あ、そうです、そうです。それまでは父親が一番上の存在やったんです。あ、ワンちゃんってなんか家の中で順番決めるとか言いますよね。はい、そうですね、はい。その一番上の父親がいなくなってしまったもんなんで、やっぱりこう多分レオの中では一番下の存在やったので、そのこの子にはちょっとちゃんと僕がちゃんと面倒見てあげてじゃないですけど、寄り添ってあげないといけないっていう風に思ってくれたのではないかなとは思ってます。要するにお父さんいい日になったからここが空いたからそうです、そうです、僕がしっかりしないとみたいな、お礼みたいなそうそう、そうなるとさっきおっしゃってたそのワンちゃんに関するお仕事っていうのがもっとこうはっきりとこれをやりたいっていう風になる感じですかね。そうですね、うんうん、でそこからもトリマーでその専門学校行った後も働き出してペットショップで働いたりとか動物病院で働いたりとか。どうですか、そのワンちゃんだと触られたくないワンちゃんもいるやろうし、うちの猫の桃太郎っていう下の方は全然触ってほしくないですよ、まあ、猫なんですけど。でもやっぱり好かれないといけないっていうか、なんかそういうのがあるかなと思って、うん、そうですね。なんかあの秘訣があれば教えてください。いや秘訣っていうかその同じようなテンションになるんですよ、ワンちゃんと。そのワンちゃんに合わせた対応をして、そのあんまり触られたくない子やとあんまりわーとはいかないですけど、うん、トリミング中とかはもうすごい話しかけてる感じですね。あ、だって触らなあかんもんね。そうです、やっぱりだから高い子低い子犬種に関わらずいるんですね。います。やっぱりあやっててよかったなって、ベタに言うそのやりがいみたいなところはどんな時に感じたり、どんなことですか。やりがいはそうですね、うん、その全然今まで行ってた時と全然違うかったとか、うん、カットがすごい綺麗でよかったとか、そういうのを言ってもらえるとすごい嬉しいので、うん、もうやっててよかったなっていうのはすごい思います。移動型のサロンじゃないですか、はいはい、これはどういうきっかけで移動型っていうところに入っていくんですか。移動型はもともとちょっとやりたいなって思ってた部分は前からあったんですよ、うん、やっぱりこう連れてくるのが難しいっていう方もおられたり、うん、そのお母さんが運転できなくてお父さんは運転できるから土日しか来れないとか、行ってあげると連れてこなくてもいいし、うんうん、誰でもこう利用していただけるっていうのもあったんで、そういう風な部分は感じてたので、うんはい、その時にちょうど求人、その動物病院で働いたんですけど、うん、そこを辞めてから求人を見て、たまたま見つけてたまたま見つけた求人は何て書いてたんですか。移動型トリミングワゴンのトリマーさんを募集してますっていうのを、すごい、本当たまたま。それはあのやりたすぎて夢で見たとかじゃないですか。違います、こんなタイミング良くていいのかなみたいな、うん、ほんまにみたいなそうです、そうです。あ、そうか、じゃあ本当にもうジャストのタイミングで。そうなんですよ。あとはそのまあそれこそ今、まあ動物のことで言うと、あの自然の災害が非常に多くて、それでどうやって支えていこうかみたいなお話になりますけど、うん、なんかボランティアもされたって聞いたんですけど。ああ、そうですね、うんうん、石川県の珠洲市の方に今年入ってから3回ほど行かせていただいて、能登の地震で ね、 ね、人間の避難とかも全然そのね、やっぱ追いついてないってなったら、もうワンちゃん猫ちゃんなんてもう二の次三の次みたいな感じにやっぱりどうしてもなってるじゃないですか、うん、そうですよ。あれなんですけど、本当たまたまタイミングよくうちのそのザ・ドッグさんっていう本部の方がこういうボランティアあるんですけど行きませんかっていうお話をいただいたんですよ。じゃあもうぜひ行きたいですっていうことで、うん、ワゴンで行かさせていただいて。行ってみてどうだったですか。すごい、もう飼い主さんもすごい喜んでくれはって、うん、やっぱり飼い主さんの中でもワンちゃんをきれいにはしてあげたいけれども、なかなかね、水も通ってないし。水使いますもんね。そうなんですよ、うん、人間もどうしようかって悩んでるところでワンちゃんっていうのはなかなか難しいかったとは思うので、その辺はもうすごい喜んではくれはったので、抱えたはった悩みが少しでも軽減できてたらいいなっていうふうには思ってます。うん、でそれでもう3回も行かれて。3回行きました。もうここからはもっとこんなことがしたいであるとか、はい、まあ、もちろん同じことをずっと長い間続けていきたいとか、どんな風に思ってはりますか。将来的には昔からずっと考えてるんですけれども、うん、その保護犬のワンちゃんたちを自分で保護して自分でトリミングして、うん、自分でこう譲渡
していけたらいいなっていうふうには思ってて、うんうんうん、もう最終目標はそこにはなるので、うんうんうんはい、そうですね、そのワンちゃんがその幸せであればもうそれでいいのかなっていうふうには思ってるんで、うん、それを手助けできるのは、まあ、トリミング綺麗にしてあげることとかかなっていうふうに思ってるんで、じゃあそんな夢をぜひ叶えていただければと思います、ね、はいはい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回はサロンがやってくる、やーやーやー、来てくれることでもう嬉しいし、それを待ってらっしゃる方ってもうたくさん実はいらっしゃると思うんですね。だからその方の気持ちは本当にやってくる、やーやーやー、そんな感じじゃないかなと思いました。今日ご覧になって頼みたいと思った方、はい、あのどの範囲ぐらいまで大丈夫ですか？京都内やったら全然どこでもお受けはするんですけど、詳しくはホームページを見てもらえます。ホームページご覧ください